はい、今日もなだと役所天国、本日は4月の11ですね。11、さあもうね、夕方日が沈みかけております。はいはい、お疲れ様でした。今日はね、火曜日収穫出荷終わってね、直売出しや業者さん出しなどあってね、いろいろありましたけれども、そしてね、今日の最後のお仕事ですね。はい、よいしょ。たまにこうしてね、今から何やるかって言いますとね、とても大事なお仕事ですね。はい、直売所からね、帰ってきたお野菜を捨てるというね。はい、何でしょう、はい、ケールがね、全く売れなかったですね。はい、こうやってね、黒キャベツか、黒キャベツ、ケール、全く売れないですね。どんどんこうやってね、はい、捨てるということでございます。まあしょうがございませんね。売れないものを作ってる私が悪いんですね。これね、お世話になってる法人さんにね、持っていただいて行ってね、売れないや、売れなかったわねみたいなこと言われちゃいまして、すいません本当にね、せっかく持っていただいて行ってるのにね。はい、こうやってね、売れまちぇんでしたということでね、一生懸命お野菜作ってね、こうやって袋詰めして、そして戻ってきて、こちらで捨てるというね、何でしょう、これこそがね、まあ我が農園というかね。この仕事はね、まあ我が農園においてはですけども、虚しさとの戦いでございますね。こうやってね、一生懸命何十袋と詰めましたが、全く売れませんでしたね。ね、どうですか皆さんね。だからね、嫌だったらね、自分で売りましょうということなんですね。こうやってね、人様にお願いしてね、やったらやっぱりなかなか売れないもんなんですよね。難しいなと思いますね。こうやってこれでもね、ありがたいことなんですよ。持っていただいて行ってね、で売っていただいているんですから、感謝しなくてはいけないんですね。でやっぱり農業ってね、どうしてもこうやってね、自分で売るっていうのはなかなか大変なんですね。おうおう、ということで、まあ売れるものを作らなきゃいけないんです、農業はね。はい、売れなければね、需要のないものはこのようになるわけですね。はい、ということでなかなかね、何でしょう、時間の無駄、労力の無駼ね。笑っちゃうでしょね。え、皆さん頑張ってくださいね、これから農業やる人はね。まあ私はね、もう残り十何年なのでね、まあ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 いいんですけど、よいしょ。はいはい、ねえ、ゴミがたくさん出ましたねえ。でこの紫人参もね、最後出したんですけどね、ダメでしたね。紫人参も売れませんでしたねえ。もうこう被害して、いやいやねえ、美味しいんですけどね。ねえ、美味しいとか美味しくないとかね、もちろん無農薬がどうとか、そんなことは一切関係がございませんのでね。はい、売れるものを作らない私が悪いっていうことでございましてね。ね、こうやってね、夕方たまにこうやってね、帰ってくるもんですからね、返していただくわけですから、こうやって自分でね、処理してるわけですね。どうですか皆さんね、ありがたいことでございますね。何がありがたいんだって話なんですけどね、まあしょうがないです、こういうものですよ。皆さん直売所から帰ってきたやつどうされてますね。家族で食べるって言ったってね、そりゃあなた限界があります。こんなに紫人参食わねえよっていう話でね。ケール、黒キャベツ、そしてこの紫人参、山ほど帰ってきましたねえ。まあ紫人参ほとんど帰ってきたんじゃないかな、全然売れてなかったですね。はい、葉付き人参とキャベツはそこそこ売れてるみたいですけどね。
どんどん捨てましょうね。一生懸命作って、そして出荷して、そして全部こうやって戻ってきて、そして捨てるというね。何でしょう、あのこれは何だろうって、そういうこと思っちゃいけませんね。こう楽しいなってね、こういう仕事が楽しいなってだんだんね、こう農繁期ですしね、今はね、だんだんこうヘラヘラしていくんですね。はい、思わずね、こういう作業をやっぱりね、あの仏頂面でやるのはどうかなと思ったので、ちょっと撮影してみたんですけどもね。どうですか、楽しくこう廃棄している様が映ってますか、どうですかね。手早くね、いつも研修生に怒っているように手早くやらなきゃいけないよね。いけませんね。いやいや、参りましたな。ということで、来年は紫人参は直売所さんに出すのやめますかね。まあまあ余ってたものなのでね、嫌だったら自分で売り先を見つけろということなんでね。はいはい、まあまあ様子見でねやってますけど、難しいね、なかなかに難しい。僕は千葉時代は一切ね、そういう直売所に本当に出さなかったのでね、やっぱ売れないもんなんですね、野菜って本当に売れないんだねっていうのはね、本当にあのひしひしと分かりますね。野菜売るのって難しいですよ、だからね。はいはい、よいしょ、大量のゴミが出ちゃいましたけどもね。ね、このビニールゴミとこの私のね、紫人参、ゴミいっぱい出ましたね。はい、何でしょうね。夕方ね、一日の仕事の終わりということでね、これ朝一番でやるとね、多分ね目がドヨーンとしてきてね、いけませんね。これは何だったんでしょう、あこれあれだ、白菜の友達なね、なかなかいい感じでね、あチンゲン菜ね、はいはい、さあね、以上でございましたね、お疲れ様です。よいしょと、はいはい、参ったね、参りましたよ。今日はハウスをこれで閉めてね、そして何でしょうね、あのやはりね、この作業を終えた後出てくる言葉はたった一つ、エイドリアン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 ね。はい、ハウスを閉めましょうね。よいしょと、今日はもうこれでね、日がもう落ちましたね、帰りましょう、ね、そんなにね、いいことばっかりじゃないんですよ、農業というのはね。まあどうですか、半分以上、だいたい感覚的に言うとね、8割から9割ぐらいがだいたいこんな感じですよね。残りの1割でなんとかね、自らの精神を、保ちつつね、楽しく農業をやるとね。だんだんね、こうヘラ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 していくね、深いことを考えてはいけません、この仕事はね。よいしょよいしょよいしょね、いろんなことが起きますからね、一生懸命真面目にやっていてもね、地主さんから追い出されたりとかね、目に見えないものが降ってきたりね、あと何ですか、うん、でかい70メートル級の台風が出てきてやってきて、ハウスが全部吹っ飛んでしまったりね、それがまだまだこれからも起きるわけですからね。はい、これぐらいでどうのこうの言っていってはいけませんね。何でしょうね、これも含めて農業は楽しいなって思えるかどうかね、それはあなた次第ね。なんか怪しげなこういう口ぶりですけど。よいしょよいしょ、最後ハウスをね閉めて帰ろうかなと思うんですけど、
まだもう一仕事やりたいことがあるんですけどね。もう何でしょうね、さっきあったことを忘れなければいけませんね。明日明後日頑張ってね、ちょっと植え付け、やらなきゃいけないんでね、最後ザザッとね、よいしょよいしょ。今日一日ずっとね、意外とあれなんですよ、動いてるんですけど、出荷の時ってね動かないでしょ。で意外とね足がね棒のようになっちゃうんですよね、硬くなっちゃってね、膝が痛いんですけど、よいしょ、はい、今日も一日が終わりましたね。最後の仕事はなかなかの仕事でしたね。一生懸命自分の魂を込めて野菜を作り出荷し、そしてそれが、あの世に戻ってくるとねいうことでございます。その時皆さんだったらどのように思いますか、対処しますかね。うまくいかないということが前提でね、どうやって絶望と付き合っていくのかということでございますね。絶望さんこんにちは、ね、よし。レタスの20日がいまいちでしたか。さあもうね、黒キャベツとケールともう最後ほんのちょっとですね。さあこれもそろそろね、いつ植えたらいいんでしょう、この雑草のね、なんだっけか、赤軸ソレイユね、シルクドソレイユってなんかあったね昔ね、なんか踊ったりするやつ。はい、ということで、最後水やって、こうやってトンネルかぶせてね、それで終わりですね。はい、ということで、あんま疲れた、腰が痛い。はい、以上です。明日ね、その鶴村席植えようと思いますね。はいはい、これが鶴菜ですね。もうちょっとですね、もうちょっと大きくしてから植えようと思います。はいはい、それではまた。ね。